本日の選手のクイズはこちら。この選手はプレースタイルの変更に注目すればわかるはずですね。ぜひ経歴を見た上で予想していただいて、動画の最後の答えチェックしてみてください。皆さんどうもこんにちは、イカクです。本日は11月29日 e フットボールニュースやっていきたいなと思います。もう勝手にですね、公式番組みたいな名前つけちゃったんですけど、この動画ではですね、1週間の中で1本の動画にはしきれなかった細かい情報なんかを全てまとめてお伝えしていきたいなと思います。特に今日に関しては、昨日サプライズで公開された来月のアップデートの先行公開情報がありますので、ぜひそのあたり楽しんでいってください。目次としてはこんな感じになりますかね。気になるところだけではなくて全てチェックしていただいて、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。いつもみんな動画見てくれてありがとう。ということで、まずはですね、今週終了のガチャから見ていきましょうか。今週はですね、月曜日からショータイムガチャ、そしてエピックガチャ2つやってまいりました。本日ですね、ショータイムの比較動画も投稿してますので、ぜひですね、どちらの比較動画を見た上で引くべきかどうか判断していただきたいですけど、とりあえずこの2つのガチャに関しては来週月曜日まではありますので、木曜日のガチャの動向なんかも見ながらどれを引くべきか判断してみてください。で、明日ですね、終了するガチャで言うと3つですね。こちらの J リーグショータイムガチャ、南米ガチャ、さらに国代表の週間 FP になります。まあ、週間 FP とですね、この南米ガチャに関してはまあ基本的にはスルーでいいかな。それこそ今週の週間なんかはなかなかに熱くなりそうなので、コインを貯めて明日の更新に備えてあげてください。で、このですね、 J リーグショータイムガチャはなかなかに難しいな。やっぱり俵積田選手がなかなかにぶっ壊れた能力をしてますので、課金できる方とかであれば100ボックスで狙いますので、まあ俵積田選手狙いで引いてもらうのもありですかね。まあでも基本的には今後のエピックとかショータイムの方が豪華になりますので、僕の中では無理しなくてもいいのかなって印象ではありますね。なので今週は全体的にスルー傾向でいいと思っております。さあ、そして毎週恒例になってまいりました、レオメーター最新情報。ついに3億ゴール突破いたしました。おめでとうございます。3億2794万4155ゴール、スキル追加確定、あちあちですね。この調子でメッシたくさん使っていきましょう。さあ、そして今週ですね、ニュースで外せないのが明日からのタレントポイント振り直し有料化でございます。今まではですね、このタレントデザインのところからリセットっていうのが無料でできていたんですけど、明日からなんとムバッペとか60万 GP かかるようになっちゃうんですよね。いや、本当にコナミさん有料化するんですか。この GP 枯渇環境かつバグもあるのに有料化っていうのは、これちょっとこういうの言うのあれですけど、さすがにちょっとユーザーのこと考えてなさすぎるんじゃないかなって思っちゃいますね。まあ結局僕はね、明日延長もしくは永久無料になるとは思ってるんですけど、一応現状は告知がないので、このままだと明日から有料化されてしまいます。まあその前提でいくなら、とりあえずですね、育成で迷ってる選手がいる場合はまあリセットしておくのが無難ではありますね。ただまあ結構ね、再育成するのも大変ではありますので、まあエンジョイでやってて普段能力値の細かい調整とかしないよって方は、まあとりあえずそのままでもいいのかなって思ってますね。まあかなりやり込んでる方とかレート上位の方で育成迷ってる選手がいる方は、さっきも言った通り一旦リセットだけは今のうちにしておいてみてください。さあ、そして今日ですね、一番大事なのがこちらのお知らせ。なんとですね、アップデートバージョン 3.2.0 の先行情報が昨日公開されました。大きくですね、3つ新たな情報がありますので、一つ一つ見ていきましょう。まず1つ目はコープ PVP イベントの登場。この PVP っていうのはプレイヤー VS プレイヤーの略で、プレイヤー同士でオンライン対戦をすることですね。で、今までってオンラインって1対1しかできなかったんですけど、このコープっていうのが最大3対3の協力プレイモードになりますので、つまり3対3とかでオンラインができるようになるんですよね。まあイメージで言うと APEX とかに近いイメージになるかな。1人で参加して知らないメンバーと仲間を組んだり、それこそ友達が3人いれば3人で通話しながらオンラインとかもできるようになるみたいなので、シンプルにこれは面白そうですよね。そこにですね、レートとかランク帯がついてくればさらに面白くなりそうですし、配信者同士でオンラインやったりしても盛り上がりそうですよね。で、結構 Twitter とか見てると、このフレンドっていう単語が入ってるので、フレンド機能も復活するんじゃないかみたいな噂もありましたね。まあ個人的にはなんとなくフレンドって単語を使ってるだけでフレンド機能は復活しない可能性もありますけど、そのあたりが復活するとその
そのフレンドとの戦績なんかも見られるようになりますので、それもちょっとだけは期待してますね。でこのイベント自体は僕すごく楽しみなんですけど、圧倒的に不安なのが回線問題なんですよね。今だってさ、1対1ですら重くて全然動かせなかったりとか早送りになる時があるのに、これが最大6人とかになったらどうなっちゃうんですかね。率直にここ不安じゃないですか。まあ、逆にこのタイミングでサーバーが強化されて1対1なんかも軽くなったりしたら、めちゃくちゃ熱くなるんじゃないかなって思ってますね。さあそして2つ目、ついにやってまいりました。これがおそらく一番嬉しい人多いはずですね。なんと GP での契約更新ができるようになりました。今までの e フットボールって選手の契約っていうのは基本的に1年間で、1年間経つとですね、レアな契約更新アイテムっていうのを使わないとその選手が使えないどころか育成をすることもできなかったんですよね。それこそ久々に復活した方とかはもうこんな感じでほぼ罰がついてる状態の選手ボックスになってる方も多かったんじゃないかなって思ってますね。っていうところで困ってる方も多かったと思うんですけど、なんとウイレ時代と同じように GP で契約更新ができるようになりました。これは久々に復帰した方でも e フットボールやりやすくなりますし、すごくいいことですよね。まあ、あとは金額がいくらになるかかな。まあ、これまでの傾向とか契約更新アイテムが激レアなことを考えると割と高めに設定されそうですけど、いやこれさすがに安くしてほしいな。もし安くしないんだったら、コナミさんもっと GP 配ってくれませんか。僕はガチャ引きまくってるので GP たくさんありますけど、無課金美課金税は GP すら全然取れないっていうのが今の環境なので、イベント増やしてでもいいので GP の配布量もっと多くしてほしいなって思ってますね。同じ思いの方いたらコメント高評価待ってます。まあ、基本的にはですね、この GP で契約更新できるようになったっていうのは選択肢がシンプルに増えたのでいいことではあるんですけど、同時に不安なことで言うとインフレ問題が加速しそうな感じはありますよね。まあ、結局ここまでですね、契約更新を簡単にできるようにするってことはもちろん遊びやすくするっていう側面もあると思うんですけど、これからどんどん強い選手が出てくるから契約更新よりも新選手獲得するのがおすすめだよっていうサインでもあると思うんですよね。まあ、実際ですね、最近そういう流れになりつつありますけど、今後もその傾向は続いていくんじゃないかなって思ってますね。まあでも繰り返しにはなりますが、選択肢が増えたっていうのはプラスでしかないので、激アツアップデートであることは変わらないと思います。そして最後3つ目は、オンラインでのスキップ不可のゴールパフォーマンス回数が1回になるようになるみたいですね。個人的にはこれが一番嬉しいかな。まあ、いわゆるフルパフォってやつなんですけど、それが1回の対戦の中で、まあ、それぞれかな、それぞれ1回だけに制限が入るみたいですね。で結構ですね、 SNS とか見るとパフォーマンスできなくなるの辛いみたいなコメントありましたけど、別にフレンドマッチとかコム戦ではいくらでもできますからね。オンラインが1回制限になるだけでパフォーマンス楽しみたい方はフレンドマッチやコム戦でがっつりやれるようになりますので、これに関してもかなりいいアップデートなんじゃないかなって思ってますね。まあ、オンラインやってる方ならわかると思いますけど、正直負けてる時に長いパフォされるの普通にイライラするし、時間の無駄だったりするので、まあありがたいですよね。まあで難しいのがさ、僕は絶対やらないですけど、相手をイライラさせて焦らせるっていうのも、まあ、ゲームでは大事だったりするので、まあこの1回をどこで使うかっていうのも大事になってくるのかなとは思いましたね。まあ繰り返しにはなりますけど、僕はフルパフォ一応しないですからね。うん、はい、ということで今回ですね、この3つの情報が公開されたんですけど、更新内容の一部って書いてありますので、まだまだ追加で更新情報もありそうですね。でこれですね、12月に配信を予定しているって書いてあるんですけど、おそらく更新日としては12月1発目の木曜日12月7日になるかな。こっからですね、新シーズンが始まるタイミングでおそらくこの辺りの更新が来ると思いますので、ぜひ皆さん楽しみに待っていきましょう。すいません、ちょっと今ですね、緊急で撮影してるんですけど、先ほどですね、先行情報その2というのが公開されまして、見てください、この3つがですね、追加で発表されました。まずは e フットボールリーグのリニューアル、マッチングシステムの見直しや、レーティング制を採用する対象ディビジョンの拡大。これですね、今ディビジョン1だけしかレーティングがないんですけど、おそらくディビジョン2とかディビジョン3あたりからレーティングシステムになっていくのかもしれないですね。まあ今ね、報酬もちょっとマンネリ化しちゃってるところもあるので、この修正もすごく楽しみですね。そして2つ目、ドリームチームのトレーニング、やっと来ましたよ。自分の使ってるチームでトレーニングができるようになる、これずっと言われてましたので、やっと来てくれるのがすごく嬉しいです。
そして最後、ゲームプレイにおける難易度のバランス調整。これはですね、コンピューター戦ですね。今までレジェンドがですね、めちゃくちゃボール回してきたりとか、めっちゃうまいって現象があったと思うんですけど、その調整が行われるみたいなので、 AI 戦だけで遊んでる方とかも今後より楽しめるようになっていきそうですね。はい、そんな感じかな。ちょっとこの小出しで出してくる感じいいね。来週に向けてワクワクが高まってきましたので、楽しみに来週のアップデート待っていきましょう。さあ、そしてラストトピック、明日の週刊 FP の画像が1枚公開されました。まあそうなりますよね。マンチェスターユナイテッドで劇的なゴールを決めたガルナチョ選手、アクロバティックシュート持ちでの搭載が確定いたしました。いやー、これはもう能力云々よりも欲しい方多そうですよね。他にも優秀な選手いるような気がしますので、明日の週刊も楽しみに待っていきましょう。ということで、以上で本日の e フットボールニュース終わっていきたいなと思います。今日も見ていただいてありがとうございました。本日の選手のクイズはこちら。当たった方ぜひ高評価よろしくお願いいたします。明日もですね、15時ぐらいからメンテナンス待機配信もやっていきますので、ぜひこのチャンネルに遊びに来てください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。